オタァの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタァです。今日はトランスフォーマーマスターピース NPM6 の日本版。それから海外で発売されたやつの徹底比較だ <laughs> ああ、というわけでね。まあ今までバンブルビーとかオプティマスプライムでこう、比較とかね、やってたからね。今回もやります。今日は動画に出てくるパッケージ。ビークルモード。ロボットモード。 全部こっちが日本版です。こっちは海外で発売されたやつ。まずはパッケージから企画いこう。まあ、英語が日本語になっている部分がありますね。こっちが日本版。あ、言うの忘れたけど、日本版がついに発売されました。ここにロゴがあります。トランスフォーマーの35周年。このロゴがあったり、まあ、英語が日本語になっています。アイアンハイド。で、こっち側は宝のロゴがあるんだけど、ハズブロのロゴがないです。 横。まあ、ここもね、アイアンハイドっていう日本語が英語になっていると。で、反対側。こっちは全く同じ。で、えー、上。上は全く同じ。そして、パッケージの背面。基本的には同じなんだけど、やはりここでも日本語が追加されています。まあ、お馴染みのよく見る感じのね、タカラトミーのこういう注意書きがあります。 すごい細かいことなんだけど、このビークルモードでライセンス許諾が降りているのかな ?GM のロゴ。これは海外版はここにあって、日本国内版は、えーと、見えるかなここにあります。<laughs> まあ、すごい細かいところなんだけどね。裏側。あとは、えー、ここに、えー、海外版はシールがあります。これ多分ね、台湾だと思う。台湾のハズブロのおもちゃ。まあ、パッケージはそんなところかなさあ、それではね、本体の比較いこう。さあ、どんな違いがあるかな 取り出します。まずはビークルモードからじっくり見ていこう。じゃん。<laughs> いきなりなんだけどさ。<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。いや、同じか。あの、そう。僕が見たところ、その、日本版とか海外版問わず、その個体差でのわずかな違いはあるかなといった感じで、結論から言うとほとんど同じです。一応、ぐるっと見てこうん これが海外版。もうなんかぶっちゃけシャッフルしたらどっちがどっちだかわかんなくなりそうになるんだけど。うん。ロボットモードで少し違いがあります。この動画を、あの、見てる君は、このアイアンハイド購入した人いるかなこれね、あの、ロボットモードうより、ビークルモードに戻す方が難しいんだよね。あの、 海外版のレビューの時に言った通り、いわゆるね、オプティマスプライムみたいな、こう、側に、こう、くるむような変形なんだけど、その、側にくるんだ時のわずかなピンっていうのがね、すごく合わせづらいんですよね。特にこの、えー、前のところ。ここら辺にピンが密集しています。うーん、そうだな。海外版も国内版も、僕はほぼ同じかなと思います。海外版の時にちょっと気になっていた、この、ちょっと凹むところ。 これもう日本国内版ではわずかにこう凹みますね。まあ、同じ感じかな。これね、どっち版っていうよりもね、これ上手に変形させるのがただただ難しいんだよね。さあ次、武器。これもね、えーと、じっくり比較じゃないんだけど、申し訳ないんだけど、もうほぼ同じ。これも、これも、<laughs> さっき言ったみたいにシャッフルしたら本当にどっちがどっちだかわかんないくらい。うーん、同じですね。 さあ、それではこのままね、一気にトランスフォーム行こう。トランスフォーム変形完了海外版、日本版のロボットモードです。もうこれもね、<laughs> 違うんだよ、母ちゃん。まあ、パッと見は、まあ本当に同じなんだけど、まあさっきも言ったように、個体差による、まあ、違いっていうのがいくつか見えました。まあこれが今回の日本版なんだけど、ちょっと近くで見ていこう。まず、あの、気づいたのがこのダイキャストですね。 これ後で海外版ちょっと近くでお見せするんですが、えっ、ー、とね、ダイキャストのパーツがこうキラッとしてますよね。あの、合金のパーツだって感じの、あの、印象がすぐわかると思うんだけど、こっちはね、えー、合金パーツ、えー、なんていうのかな。まあ、あくまで僕の主観なんだけど、ちょっとこうくすんでるような感じがします。両方見比べるとこんな感じ。もうパッと見て、なんかこっちの方が綺麗なんでね。まあ、これも大まかに分けると個体差の違いかな。 海外版でもこのぐらい光沢感のある合金パーツを使っているものもあるかもしれない。それからこの腕横のこの側のパーツ。えー、っと、海外版をレビューした時に多分ここがロックパーツになってるんじゃないかなと言ったんだけど、うん。やっぱりこのピンがこの中にこうはまるようになってますね。うん。結構がっちりくっつきます。で、海外版のやつはもう全くくっつかないです。 これがね、もう入らないって感じなんですよね。だからちょっと精度が、うーん、こっちの方が高いかなと思いました。もちろんこっち側もちゃんとくっついています。さあ、そして最後はこの肩ね。あのー、結論から言うと、こっち側のジョイントはかなり、がっちりくっついています。うんと、このカバーをちょっと開いてみたらわかるかな。これですね。これ。ここの、えー、国内版のやつは、もうこれが、もうこのぐらい力を入れないと外れないぐらい、 かなりガッチリくっついています。これは非常にいいんだけど、あのね、判定側は、やっぱりスポッって抜けちゃうんですよね。こっちの肩に、えっ、ー、と、不具合があったんだけど、これと同じものが国内版で、僕はこっち側がゆるゆるでした。だから結局、個体差なんですよね。で、この肩のぐらぐらを起こしている原因っていうのは、実はこのロックもあるんだけど、えっ、ー、とね、この、あー見えるかなこれです。 これはクランク状のパーツになってて、こういうパーツがあるんですけども、この動作をするところの、この両方を止めているピン、ここの渋みが国内版の方が強かったです。なんとなく言ってることがわかるでしょうかこのグラグラする渋みっていうのが、こっちの方が強いんですよね。だからその分だけ、まあこっちの方が、まあ総じていじりやすいかなという印象です。 それ以外はもう本当に、なんかパーツ単位で細かく一個一個見ていかないとわからないぐらい、あとは大体同じですね。パッケージ、ビークルモード、ロボットモードの比較はこんな感じ。というわけで今回のマスターピースアイアンハイド徹底比較のレビューいかがだったでしょうか <laughs> まあ動画をご覧いただいた通りですね。あの最後の方にも言ったんですけど、まあそうじて、 えー、わずかな個体差による違いが、えー、海外版と国内版には見られたといった感じです。まあ、このおもちゃに限らず、マスターピースムービーに限らずなんだけど、まあ、そもそもトランスフォーマー僕はあーいつもどう思ってるかっていうとこう、小さいね、簡単な変形をするものから複雑なものまで、匠の技っていうやつがあると思うんですよね。なんか、 こう触っていればなんとか、いつの間にかこう車になるような、凄さっていうのが、こう技が見えるんだけど、このマスターピースムービーは、総じてそういうものがあんまり見えないんですよね。バンブルビーはすごい良かったんだけど、オプティマスプライムもアイアンハイドも、やっぱりこう,う、んと、あの、細かいこと言うとね、こう腕をこう曲げるんだけど、いまいちその腕の曲げ方がどこで止めていいとか、いまいち定位置がはっきりわからないようなもの。そもそもの設計とか、 そういったところになんかこう熟練された技の巧み的なものはあんまり感じなかったかな。そういうところがオプティマスプライムの評価にすごくあの近いものがあります。その辺をもうちょっと期待したいですね。もちろん両形態の再現は素晴らしいんですよね。そっから先、あのさっき言った技の巧みが僕は見たい。そこにこそトランスフォーマーの価値があると思います。以上今回の動画面白かったら楽しかった。<laughs> あ、参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんな靴でも結構です。おー、タファー。いや、でもこれかっこいいよ、とか。あー、今、購入しようかどうか検討してるよ、とか。あ、違いが分かってよかったよ、などなど。どんな靴でも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おたまでした。またねー。